はい、今はね、兜山公園行っとるけど、さっきからウロウロしてんだけど、この上かね、ちゃうね、見当たらんで。左方向です。左方向？続いて目的地です。何も見え、見当たりませんね、目的地。何にも見当たらへんだけどね。関係ないね。目的地に到着しました。到着しました。お疲れ様でした。どこですか？到着しました。到着しました。見当たりません。ここ関係ないやろ。いや、わからん。行き着きませんね。何を言っても到着しました、到着しましたと言ってくれるけど、目的地は右側です。右側これ上がんの。ここですか？看板も一つもないけど、これですかね。ここでございますか？右側言うとるけど、全然到着せんがね、さっきから。あら、大変。あ、ここでしたか。これ、せっかく残ってるだけかね。あ、ここ見るわね。綺麗な眺めが、はい、ありがとうございます。こういうことね、こんなね、これ来るのに30分かかってますよ、うろうろと。ああ、これね、これがね、画像出とるやつね。これはあれかね、あそこね、やっぱりあその岩かね。はい、見れましたけどね、大変でしたけど。これを見てたよな。はい。はい、ありがとうございました。やっと見れました。3、40秒かかったね、ここ来るまで。あー、大変でございました。ナビがね、着いたばっかり言うからね、全然違うところでもう着いた右ね。はい、だから降りましょう。大変でございました。今回はね、はい、トロッキング地に入っとるから、まだね、最初はね、普通の靴で歩いとったからね、大変だったんだけど、もう滑ってあちこちね、天皇山古墳では大変だったよ。滑って転んで、看板がね、どこもないんですよね。反対だったんかね。ここにあんねよ。何、古墳以外周囲に立ちならないで。あ、古墳ね、古墳はええんか。
いやーナビはね、交差してくれたらいいのにね。交差してくれたら止めるとこあんのに。はい、ありがとうございました。カブト塚古墳でございました。探すのに結局30分かかったかね、うろうろして。